皆さんこんばんは、原田ゴリ原田周平です。そしてはい、ゆなよです、はい、なんか元気ないね、はい、いや、あります。 あ、俺か元気ない、ね、元気ないです、うん、何度だ今、30度32度ぐらいが続いてます。北海道なのになんか北海道じゃないみたいですね。はい、暑いです。いや暑いですね。暑い中ゴルフどうですか。ゴルフは調子、いや飛距離は伸びました、うん、お飛距離ね、はい、ずっとレッスンしてだいぶ伸びるようになってきたと。おで、ドン。お、で、脱力。そう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 。OK。OK。これですよ。これですよ。すごい。ドヤ顔出ました。伸びました。あれだね、飛距離アップのずっと練習して動画も出して、はいはい、だいぶいい感じになってきちゃって、僕も分かってるんだけども、はい、うんうん、やはり、それだけだとやっぱ球場は切れないというところには、はい、あともうちょっとところだね。どこまで行ったの？何段まで行った？今はもう91、うん、とかもうずっとそんな感じで、なるほど、っていう感じです。はい、もうちょっとですね、はい、じゃあその1段2段っていうのをどこでこう縮めていくか、はい、ここがまず、分析稲田さん的に何ですか？やっぱりセカンド、うん、おセカンド、そうだね、僕もね、そう思っていたセカンドでね、いいって大事な時にピロッとこうなんかあるというところですね。はい、ちょっとセカンドショット、じゃあまず、はい、ボールを打ってどういうところがミスなのかっていうのをね、ちょっと僕見てみますんで、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、これなんですか？これは3ウッドです。3番ウッドか、はい、おー、何度ロフトは、はい、14.5 度だ。あ、結構ロフト立ってるね。だからこれ立ってるものを使うには、あのフェアウェイから打つってなると結構正しい技術が必要だね。よし、ちょっとこれで打ってみてほしいんだけど、これがちょっと今くせ者ってことね。はい、そうです。なかなかうまくいかないことが多いと。よし、ちょっと打ってみようか。はい、はい、ほうほうほう、うんうんうん、あー、ナイスショー、今のいいね。おーし、OK。よし、今打ってみもらったんですけど、はい、まず今僕ロフト何度かなと思ってみたら 14.5 ってね、はい、うん、結構ロフト立ってるんですよ。僕も15度ぐらい使うの、はい、うん、だからロフトがちょっと立ってるっていうことが一つあるので、はい、このウッドのポテンシャルを出していくっていうことで言うと、今のバックスイング、今のスイングだと弾道がちょっと上がんないかなと思うのね、はい、上がんないでしょ。上がんないです、そう、基本もうちょっと上がんないと距離は出ないんで、はい、じゃあ今日はこのウッドを少し上げる方法、こっから始めていこう、はい、ね、でフェアウェイウッドはやっぱり弾道上がらないと飛ばないから、転がるって確かに大事なんだけど、多少キャリーも必要だと、はい、ちょっと見てみてくる、僕やってみる、はい、今ね、どういう感じかっていうと、バックスイングした時に体重がこっち体重になってるの。あ、はい、うん、でこっち体重からまあ要はこう戻るんだけど、やっぱ戻しきれない状態になっているというところで、はい、じゃあ戻した場合どうなるかっていうと、ボールは右に行っちゃう、結局ね、うまく戻せちゃうと今度は右に飛んでっちゃって、はい、うまく戻す、体重左のまま打つとうまく球に当たってる時があるけど弾道が低いみたいな感じなので、このバックスイングを少し直したい、はい、でどういうふうに直していくかっていうと、もちろんだからかしがっちゃってるから、これをこっち側にそうそう持っていきたいんだけれども、これだと多分ね、体ブレちゃうと思うんだ、はい、うん、多分ね、だからイメージ、こうこの構えてスイングのバックスイングのアーク、ここを広くするっていうイメージを作るのね、はい、でここを広く作ってあげといて、こう下から、まあ下からっていうかな、ちょっとこうスイングを緩やかに捉えるっていう練習を先にちょっとやってみよう、はい、そうするとかなり変わってくるから、まずね、練習ドリルとしてはここに私が
クラブを置きます、はい、この下を、そう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 、もう一度スーッと、OK、もう一度、はい、ストップで、この時のこの左の肩、ここがすごい重要で、あんまりこの時に左の肩を下げたくないの、はい、例えば、ちょっと失礼、下げてみる、これが前のゆなよさん、うん、こんな感じしない、うん、スタートで下げるってあんま良くないのね、ここは失礼、この辺り、そうするとこの肩とこのクラブヘッドがシーソーになってるの分かるかな、これ下がると上がるでしょ、ほら、はい、でこれ下がると、これが上がるとこれが下がる、でバックスイングってここまでってこのぐらいでいいの、うん、いきなりクラブを肩下げてこうやってキュインって上げちゃうと上から 入りすぎて球上がらないから、こんな感じですね、でちょっと肩が回ると、こんな感じかな、このぐらいクラブヘッドと体の関係広く作るんですよね、これが結構できてない感じがする、でこの位置から失礼バックスイングが入ってくると、そうすると前より少し緩やかにクラブが入ってきやすくなるから、この辺りから降りてくると、はい、こういう風に打つとボールが少し捉えやすくなりますよってことで、広く、そうですね、まあいわゆるワイドに、ここをワイドに広く使う感じね、はい、さあじゃあ練習ドリルを一つ、はい、ペットボトル、これ使います、ちょっと水飲んでね、もうちょっと飲んだ方がいいかな、ちょっと飲んどくわ飛んでいく、うん、でこれをじゃあ構えてください、ゆなやさん、はい、まあ、まだ打たないからね、コイン置きます、はい、はい、じゃあこれをまずふっと僕の方に投げ、あ、押してください、はい、はい、おー、まあまあこのぐらいいけますねそうそうそう、 OK、 もう一回で、この時に肩がちょっと僕やってみるかな、下がっちゃうとどうなるかちょっと見ててね、下がるとこういう風になっちゃうわけ、全然いかないの分かるでしょ、はい、で結構さっきこういう感じだったんだよね、うんうん、でそれを怖がらずにこんなにいくでしょ僕やったら、うん、確かに、でも井上さんそこまでいかなかったよね、いかないです、ここの、うん、そう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 、ここってすごく大事で、結構僕の使い方としてすごく、覚えてほしいな、これはね床反力使ってるの、地面反力、はい、すごいなんかかっこいい、かっこいい、かっこいいですね地面反力、これどういうことかっていうと、この足を使ってただ単にこっちによっかかってるの、よっこいしょって、そうするとよっこいしょ、ほら、これだけだから、ほらこんだけ広がるんだよね、こうね、でそうするとちょっと一回打ってみるけどね、おーって上げてこう打つような、こんな感じね、おーすごい、こんなイメージで少し広げといてから打つ、こんな練習ちょっとやってみようか、ボールまでね、はい、僕打ったけど打たなくていいから、はい、まず素振り、ほい、いいね、そういう感じ、おお、はい、向き振ってビュン、おお、スイングワークめちゃ大きい、この感じ、いい、よし、ちょっと行ってみようか、かなりタイミングが難しいけどね、そう、おお、いいか、ね、もう一回、そうするとどのぐらいになるかな、ああいいね、違う違う、うん、あのね、当たりも、そう当たりも違うし、肩の入れ方がちょっと変わってる。ほら、だんだん上がったでしょ、うわ、全然違う、違うでしょ、ここがもうすでに違うよね、そう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 、違う、これがね、分かるとちょっとじゃあね、そこから一つもう一個発展させたいんだけれども、はい、目線を水平にするっていう、ピーンってなんかこの時になんか なるんだよね、あの YouTube 的にはねそう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 、なるんだけど僕の YouTube ならないんですよね編集めんどくさいからどういうイメージかっていうと、今ゆなさんはね、バックスイングした時にこういう風になるの、左の目線が下がる傾向にある、左の目が下がるからこうなるわけでしょ、はい、左肩が下がると、だ目線がまっすぐのままだとこの左の目があの下がらないように、こうやってこういうふうに上げてあげると、そう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 、うん、これ分かるとバックスイングがこういうふうにならないから、はい、もうちょっとこのスイングアークが緩やかになる、効果、うん、効果の違い、ちょっとやってみようか、はい、テイクバックした時にスーッて上がる時、この時ですね、この時にこの、そうそう、この目線ならいいので、悪い時って、そう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 、
こういう風になっちゃうわけ、うん、これになるとクラブが変に上に上がりすぎちゃって上から入りすぎますよっていうところね。そこを考えて、よし、もう一回そこも踏まえてちょっとやってみようか。目線を、そう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 、いいねいいね、よいしょ、もう一回いこうか。イメージちょっと失礼、ここの目線が一回失礼、まっすぐにこうなる感じ、前はこういう感じね、うん、そうするとこうなってから、はい、バックスにして、そういう感じだ。そうするとこういう形になるわけ、と肩が入りやすくなるね、うんうん、ほらこんなに飛んだじゃん勝手にね、それなんかこう緩やかに入る感じが出る ね、うん、こうなんか確かに、そう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 、最近すごいこうなってた感じ、ちょっと目線が下がってるって感じだ、うん、あ強いよ、オッケーオッケーオッケー、おお。いいね、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。どうでした感じは。いや確かに最近なんかこう無意識に目線がこうなってるなっていう感覚はありました。そうだね、うん、多分そこは全クラブに共通してるところだと思うんだけど、ね、いきなり下がっちゃうと全然力出ないんですよね、うん、だから肩が入らなくなるし、力もね、だから距離も落ちるし、はい、と肩が入んないってことだ。それとクラブがこう鋭角に入ってしまうので、そこら辺の修正がこれでできたんじゃないかと思うので、はい、これちょっとまずフェアウェイウッドセカンドショットちょっとバシッと飛ばして、はい、いいところから最後、打てれば90ギリもできるんじゃないかということでですね、はい、まずは頑張ってみてください。はい、はい、ということで、じゃあこのチャンネルではですね、井上さんを応援する企画になってますので、はい、ぜひですね、これからもチャンネル登録と高評価とコメントと、はい、そしてユナイアクキップよろしく、はい、お願いします。ということで今日はこの辺で終わります。さよなら、バイバイ。ライ悪いところって結構ミスしますよね。注意点として、3つ早めのコック、ちょっと上げたらすぐコックで、2つ目は左足タイム、左足下がりだから、はい、オッケー、こんな感じ、はい、動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。